今日は、日本からインドネシアへの、今まさに起きている銅に関するとある問題について、輸出を禁止すると発表した理由と、裏でうごめく中国の影の話をしていくぜ。よう、霊夢、突然だけど、インドネシアのジョコ大統領が2023年半ばに、銅の輸出を禁止する予定だと発表したの知ってるか？いやー、マリサ、ほんと突然ね、そんな話、初めて聞いたわ。それはインドネシアのトップである、ジョコ・ウィドド大統領が所属する最大与党闘争民主党の、創立50周年記念式典で、その式典で行われた大統領のスピーチの中で、今年半ばにも銅の輸出を禁止する予定だと銅の輸出禁止方針を述べたんだ。実は日本はインドネシアにとって、銅の輸出の一番のお得意様で、その比率は全体の 28% にも上ったんだぜ。しかしとある理由によりインドネシアは日本に対して、もう日本に銅は輸出してあげないと突然の発表。でも日本はおじけづくことなく冷ややかな反応を示して、インドネシアの目論みは外れたぜ。それにしてもどうしてインドネシア政府は、急に銅の輸出を禁止しちゃったのかしら？その背景にはどうやら中国が絡んでるらしいんだ。ああ、お隣の中国さんが黒幕ってことかしら。これだから中国は油断できないのよね。中国はインドネシアのためと言いながら、中国主権の考え方を浸透させていっているようなんだぜ。中国政府が考えそうなことね。インドネシアが銅の輸出を禁止したら日本は困りそうね。それが日本の反応は冷静だったんだ。それでは本題に入っていくぜ。よろしくお願いします。それはインドネシアのトップである、ジョコ・ウィドド大統領が所属する最大与党闘争民主党の、創立50周年記念式典で、その式典で行われた大統領のスピーチの中で、今年半ばにも銅の輸出を禁止する予定だと銅の輸出禁止方針を述べたんだ。なぜこんなことを言い出したのかというと、自分の国で掘り出した鉱物は自分の国で加工し、付加価値を高めた上で輸出したいと考えているんだ。そうなのね、自国民のための政策なら致し方ない気がするわ。これまで行われていたインドネシアの銅の輸出は、未加工のものがほとんどなんだぜ。それに比べると確かに加工した銅製品を輸出した方が、価値がついて高く売れるんだ。大統領はスピーチの中で、インドネシアの天然資源は国民によって享受されるべきだと強調しているんだ。実はインドネシアが輸出しないと言い出した資源は銅だけじゃないんだな。2022年の12月にはアルミニウムの原料となるボーキサイトという、鉱物の輸出を2023年の6月から禁止にすると言い出したんだ。世界銀行などによるとインドネシアは、2021年に銅をおよそ224万トンも輸出していて、そして最大の相手先は 28% を占める日本で、中国、韓国、インドという国が続いているんだぜ。28% も？そんなにたくさん日本に輸出しているなら、日本に銅が輸入されなくなっちゃうじゃない。日本は大丈夫なのかしら？霊夢の心配はもっともだ。大量の資源を輸入している相手先が輸出禁止というドタキャンを発表したんだからな。さぞかし、日本は困ったのではないだろうか。この話を聞いて、銅が日本に入ってこなくなってしまうと、心配になってしまうよな。しかし、この話を聞いた日本政府は大変冷静で、そしてそれどころかインドネシア政府を見る日本政府の目は、かなり冷ややかなものだったんだ。え？そうなの？なんで日本はそんなに冷静でいられるの？インドネシアが銅を禁止しても、日本が困らない理由を説明していくぜ。まずインドネシアから来ていた未加工の銅というのは銅製鉱というんだ。この銅製鉱の中には 30% 程度、銅が含まれていて、残りはほとんど硫黄と鉄。これを精錬して銅のインゴットにするんだ。日本はこの銅製鉱をいろいろな国から輸入しているんだぜ。一般社団法人日本振動協会、略称 JCDA によると、例えば2015年の銅製鉱の輸入は492万トンに上っている。その輸入先の内訳はチリから全体の 44%、ペルーから 12%、インドネシアも 12%、カナダも 12%、オーストラリアが 10% と世界各地に渡っているんだ。データを見ると、銅の輸入の最大シェアを占めている国は、インドネシアでなくチリなのね。ああ、その通りだ。つまり日本の取引先は世界の至るところに存在しており、インドネシアが輸出を止めると言い出しても致命的というわけではないんだ。インドネシアから銅が輸入されなくなったとしても、痛手は少ないという理由から日本は反応が冷ややかなのね。その通りだ。実は、インドネシアの禁輸政策は、今回が初めてじゃないんだ。輸出禁止となればインドネシアに対して、いろいろな国が反発するのは目に見えているよな。
実際、未加工のボーキサイト鉱石の輸出を禁止すると言い出した時には、インドネシアのアイルランド経済調整省は、インドネシアに対して法的措置が取られる可能性があると発言しているんだぜ。では、その危険性を承知しながらも、インドネシアはなぜ輸入禁止に踏み切ったのか？それはインドネシアが過去に経験した強烈な成功体験に取り憑かれているからなんだ。インドネシアは2020年初頭から、ニッケル鉱石の輸出禁止政策を維持しているんだ。ことの始まりは2020年1月。この時インドネシアはニッケルの鉱石の禁止を発表したんだ。ニッケル鉱石って何？輸入されなくなると困るものなの？それではまずは、ニッケル鉱石が何なのかについて、説明していくぜ。ニッケルというのはレアメタルと言われる金属の一種で現代の工業製品にはなくてはならない鉱物のことだ。自然界では主に酸化物、硫化物、珪酸塩として存在しているものなんだ。23を超える国が採掘していて、25の国が製錬または製錬を行っているんだ。その中で主要な鉱石生産国はロシア、カナダ、ニューカレドニア、オーストラリア、インドネシア等があるんだ。結構たくさんの国でニッケル鉱石が採掘されているのね。そのニッケル鉱石は、主にどういったものに使われるのかな？実は、ニッケルを含む製品は私たちの周りに溢れているんだ。例えば調理器具や医療器具、携帯電話などの電子機器発電機などだ。他にも消費財、産業、軍事、輸送、航空宇宙、海洋、建築などの用途に使われているんだ。生産されるニッケルの 65% は、ステンレス鋼の製造に用いられ、さらに 20% はその他のスチールや、非鉄合金に用いられているんだ。どんな風に使用されているの？これらの材料は高度に専門的な産業、航空宇宙、軍事などの用途に使用されていて、約 9% はメッキに、6% は硬貨、エレクトロニクス、携帯機器やハイブリッドカー用の電池など、その他の用途に用いられているんだぜ。その中でも見逃せない重要な活躍の分野として、エレクトロニクス分野や、非常用電源電気自動車などに用いられている充電式電池がある、ニッケル水素電池やリチウムイオン電池と聞いたら、ピンとくる方も多いだろう。ニッケルはこれらの電池のプラス極に使用されているんだ。もちろん全ての充電式電池にニッケルが使われているわけではない。しかし、ニッケルを用いたリチウムイオン電池は、エネルギーの密度や出力を上げやすいという特性があり、主流の原料となっているんだ。つまり視聴者の皆様が今動画を見ているそのスマホにも、耳につけている Bluetooth イヤホンにも使用されている欠かせない物質なんだ。すごくたくさんの用途で使用されているのね。身近なものがニッケルでできているなんて知らなかったわ。しかも、性能の低下や費用の増加を伴うことなく、ニッケルを代替できる物質は存在しないんだ。それじゃあ、ニッケル輸出国からニッケルが禁輸されたら困るじゃないの。そうなんだ。インドネシアがニッケルの禁輸措置と鉄鉱石の国内処理を行ったことで、日本のみならず、EU も不公平だと主張しているんだ。実はインドネシアはそのニッケル鉱石の埋蔵量が世界最大と言われている。インドネシアでは、中国が急速に投資を拡大しているんだ。これを輸出しないと言い出したんだ。では、ニッケル鉱石が輸出してもらえないならどうしたらいいかわかるか？いいえ、わからないわ。インドネシアが禁止しているのは、ニッケルの鉱石の輸出ですので、加工品は輸出できるんだ。いち早くそれに気がつき、現地でのニッケルの加工に目をつけた国があったんだ。それは中国だったんだぜ。へ？なんで中国が出てくるの？この中国の巨額の富が、インドネシアを狂わせているんだな。この中国人の多数の輸入により、インドネシア国内の雇用が奪われているなどの国民の反発もあったんだぜ。そりゃあ、雇用が奪われるなんてことになったら、反発があってもおかしくないわね。そして、インドネシアはこの中国マネーに味を占めていたんだぜ。鉱物資源の輸出を禁止すれば国内に、中国からの投資が降ってくると強烈に経験してしまったんだ。中国はインドネシアの莫大な天然資源に目をつけて、利権目的で投資を進めたんだ。インドネシアの首都ジャカルタから約1600キロ離れた、スラウェシにあるニッケル加工会社の港には、消火器や掲示板など、至る所に中国語表記が見られるんだ。このニッケル加工会社は中国企業の子会社で、現地で採れたニッケルの加工を行っているんだぜ。中国の労働者が住む寮の建設も進んでいて、周辺は中国市場と呼ばれているんだ。仕事を終えた中国人で溢れ返っているんだぜ。ん？ちょっと待って、どうしたんだ？何か質問でもあるのか？最初、銅の輸出を禁止するにあたってインドネシアの天然資源は国民によって享受するべきだと、政府が強調しているってマリサが言ってたじゃない。ああ。確かに言ったな。それならどうして中国人労働者が入り込んでいるの？インドネシア人が働けば、インドネシア人の雇用につながると思うんだけど、そう思うのは当然のことだよな。
実は、現地でのニッケル加工にいち早く乗り出したのは、中国企業だったんだ。中国の企業は、素早く飛びつき建材などに使うニッケル製品を製造する会社に多額を投資し、2023年の2月10日には、インドネシアの採掘会社と中国企業が手掛ける新しい製錬所の起工式が行われたほどなんだな。国内産業発展のためと言いながらも、ニッケルを加工しているのは中国企業。そこで働いているのは、中国人というわけなのね。この起工式で中国企業の会長は、経済的にも社会的にも利益をもたらす、ウィンウィンの関係をもたらすと述べたんだ。中国企業の子会社として、現地で取れるニッケルを加工する会社は年々増加しており、インドネシアから海外へのニッケル製品の輸出額は爆増、そして一番の輸出相手はもちろん中国なんだぜ。2022年には全体の輸出額が年間およそ7億5000万ドルに上り、2020年の年間5700万ドルだから、比較するとおよそ13倍に増加。中国は最大の輸出先となったんだぜ。え？ウィンウィンなの？中国人の労働者に現地の人々の雇用が奪われる結果となったのに、とてもウィンウィンの関係とは言い難い事態が起きたんだ。2023年の1月には、中国企業の傘下の製錬所で、インドネシア人従業員500名ほどが、賃金や就労環境の改善を求めて、抗議活動を行ったんだぜ。これによりインドネシア人、中国人双方に死者が出るという最悪の事態にも陥ったほどだったんだ。しかしこれほどまでの抗議活動が起きても、事態はあまり改善されなかったんだな。死者も出るなんて、とてもインドネシア国民が、中国企業の進出に納得しているように思えないわ。またこのように現地に素早く投資を行い、それに合わせて大勢の中国人労働者を進出させるのが中国の得意戦法なんだ。インドネシア政府は、投資は中国以外にも開かれていると強調して、アメリカの自動車メーカーテスラにも、工場を建設するよう働きかけていると言ってるんだ。インドネシア人の雇用に対する反発はあったけど、中国企業による製錬所の増加で、インドネシアから海外へのニッケル製品の輸出額が大幅に増加したのは事実なのよね。そうなんだぜ。このニッケル鉱石の禁輸措置については、EU ヨーロッパ連合と裁判にまで発展し、互いに主張をぶつけて争うまでになっている。WTO 世界貿易機関の紛争解決機関は禁輸措置が、WTO の規約に違反しているとの報告書もまとめており、インドネシア政府は、報告書の見直しを求めているんだ。そういった手間をかけるほどインドネシアと中国は、ズブズブの関係になっているんだな。さてこのインドネシアの方針だが、実はとんでもない落とし穴があるんだぜ。どんな落とし穴があるの？実はこのニッケル鉱石の禁輸による外資誘致の成功は、ニッケルだからこそ成功した面が大きいんだ。さっきも言ったが、ニッケルという鉱石はいろいろな分野で必要とされるレアメタルであるため、とんでもなく需要が高く、それでいて産出地が限られているからなんだ。それを抱え込んだからこそ、インドネシアに中国の企業は進出した額の資金を投じたんだぜ。中国企業が国内に進出したおかげで、ニッケルの禁輸政策がうまくいった経緯があったんだ。それに比べて他の鉱石はどうだろうか？特に今回話題に出た、銅やボーキサイトは世界的に見てインドネシアの産出量は少量だ。自分の国で採掘した鉱石をさばききることができず、持て余してしまう可能性が高いんだ。だから銅をはじめとしたボーキサイトなども、禁輸政策をして、海外企業がインドネシアに加工拠点を設立させようと試みたんだが、ニッケルのように銅の禁輸政策はうまくいかなかったんだ。なかなかうまいこといかなかったのね。それなら工場を新設すればいいということになるが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で思うように工事が進まず、その上他にも産出国があるため、禁輸したとしても取引先の国は別の取引先に変えれば済んでしまう話なんだ。2023年中にはまだまだ出来上がらないとか、実はインドネシアは2014年にも一度各種未加工鉱石を禁輸したことがあるんだが、その理由としては、インドネシアには十分なシェアがなく、実際2014年に各種未加工鉱石の輸出を禁止したものの、うまく投資を促せず、2017年には禁輸を緩和したという前例があるんだぜ。また、当時ボーキサイトの最大の輸出先だった中国がギニアからの調達に切り替えて、これによりインドネシアへの投資はさほど伸びず、ボーキサイトの禁輸緩和につながった経緯があるんだ。ニッケルでうまくいったからどうも禁輸しようとして欲が出て失敗したのね。インドネシアと中国はウィンウィンの関係って言っていたのに、中国に裏切られる形となって、ちょっとインドネシアがかわいそうすぎるわ。
まあかわいそうといえばかわいそうだが、私としてはあんまりインドネシアには同情する気持ちはないな。一度失敗していながら、諦めきれないということなんだ。今回も日本に対して金融を押して、投資が見込めないとなればインドネシアは条件を緩和して、泣きついてくる可能性は大いにあると言えるだろう。しかしその時、果たして日本はインドネシアとまだ取引をするのかは疑問だな。あら？意外とマリサは白状なのね。一体マリサはインドネシアに何の恨みがあるのよ？個人的な恨みはないが、何せ日本は一度インドネシアにてひどく裏切られた苦い経験があるからな。どうしてもその経験が頭をよぎってしまうぜ。日本がインドネシアに裏切られたことがあったの？一体何があったっていうのよ？日本がその事業に参加する予定だったんだ。かつてインドネシアの首都ジャカルタから、第三の都市であるバンドンを高速鉄道で結ぶというプロジェクトがあって、ご存知の方も多いと思うが、そのプロジェクトは、日本が先行して準備をしていたにもかかわらず、途中から中国に横取りされてしまったんだ。日本とインドネシアが計画をして準備をしていたのに、途中でインドネシアがドタキャンしたのね。日本としては、土壇場で計画が台無しになる板では大きかったな。そして中国に横取りされる形になって、さらに最悪な事態となってしまったんだ。中国ってなんか性悪女みたいだわ。人の事業を横取りするなんて信じられない。でもどうしてインドネシアは中国に乗り換えるなんてことをしたのかしら？インドネシアが土壇場で中国に鞍替えした理由は、当初中国はインドネシアに公費負担を求めないと言ってきたんだ。それでインドネシアは欲が出て、負担が少なくなる中国を選ぶことになったんだ。もちろん、双方が最良と思われる計画を立案し、コンペ形式で比較検討された上での結果だったんだがな。なるべく費用負担は少ない方がいいものね。インドネシアが日本から中国に乗り換えた理由も、なんとなくわかる気がするわ。しかし、そうはうまくはいかなかったんだ。選出に不透明なところが多いというのが、見識者の意見だぜ。2015年9月には中国に発注されたんだ。だがその工事、残念ながら未だに完了していない。その上工事中に人が亡くなる重大事故も起きているんだぜ。しかもそのコストは当初の見立てよりも、大幅に超過しており、建設のために用意した国営企業では負担しきれなくなってしまったんだ。これだから中国は、当初の総工費は 60.7 億ドルだったのにもかかわらず、最終的には79億ドルまでに膨れ上がっているんだ。中国との受注計画は当初、インドネシア政府による国庫支出ゼロという条件だったんだ。それなのに、2021年11月には資金不足から、政府は国庫支出を決断せざるを得なくなったんだ。国庫支出ということは税金から支払われるってことよね。インドネシア国内からも不満の声が出てきそうね。インドネシア政府は一度捨てた日本にもう一度、頼りたいと言い出してきたんだ。え？日本との計画をドタキャンしたのに、中国の仕事が遅いからって、今さら頼りたいとかありえなくない？もちろん日本政府は、これまでの経緯があったので後ろ向きな回答を返しているんだぜ。インドネシア政府も一度他の意見を聞いてみるべきでしょうね。見識者の皆様からはこんな声も上がっているから聞いてみよう。インドネシア政府は、借金まみれだからどうにかして金が稼ぎたいんだよ。中国はインドネシアに多額の借金をさせて、それを支払えないようにして言いなりにするつもりだろう。いい加減なインドネシア政府の後ろには、ニヤニヤ笑う中国人がいたのね。誘致した企業の技術力で、国内の技術の底上げがしたいんだろうな。魂胆が丸見えだよ。国際社会からの反発にも耳を傾けてほしいね。インドネシアの発電所は、まだ石炭火力ないんだ。ボーキサイトの精錬には大量の電力が必要になるし、脱炭素社会とは真逆の流れになりそうだね。2014年の金融の時には国内の精錬能力が全然足らなくて鉱山が閉山したり、減産させられたんだ。雇用を増やすどころか、たくさんの人の雇用を奪ってしまったんだよ。インドネシアは早く自分で自分の首を絞めていることに、気がついた方がいい。自分で自分の首を絞めるなんて自業自得ね。など厳しい意見が多いようだ。本来金融というのは、かなりインパクトのある方針でそう何度も出したり引っ込めたりしていいものではないんだぜ。取引相手はいつまた金融になってしまうのかとハラハラしながら、輸入をしなくてはならず、それだけ信用が落ちてしまうからな。信用できない相手とは取引したくないから、どんどん顧客は少なくなってしまうだろう。そして相手がいなくなる状況を、中国から虎視眈々と狙われているんだな。インドネシアは早く自分の行いが悪手であることに気がついてほしいものね。今日の話は以上だぜ。ということで、今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。